皆さんこんばんは。2012年12月21日プラジュ TV おめさんなじらねいいね新潟をお届けしたいと思います。実は今朝公民館プラジュ宛てに一通の E メールが届きました。そこに添付されていたファイルに僕は愕然としました。一体このファイルは何を意味しているんだろう。今日はその謎を解明していただけるゲストをお呼びしてこの番組お送りしたいと思います。それではゲストをお呼びします。その前にそのビデオを皆さんに見ていただくことにしましょう。それではどうぞご覧ください。いかがだったでしょうか。このビデオは一体何を表しているのか、何を僕に示そうとしているのか。それではその謎を解いていただくゲストの方お呼びいたしましょう。佐藤ウストさんです。こんばんは。こんばんは。佐藤ウストさん、今まで数々の謎を解いていらっしゃいましたが、はい、まず僕が一番最初に佐藤さんの謎を解きたいと思っているんですが、はい、佐藤ウストとはどういう、はい、この UST と書かれたこのお名前ですね、これは一体どういう意味があるんですか。はい、実はこの UST 略字でして、正しくはうさんくさいストーリーテラーと呼びます。皆さん、謎が一つ解けました。お迎えしたゲストが適切だったかどうかは、この後の皆さんの判断に委ねたいと思います。さあ、それでは、佐藤、うさんくさいストリートテラーさん。ちょっと違いますよ。ストーリーです。あ、そうですね。それでは、早速、この謎について、ご解説をお願いいたします。はい。からは真剣に参ります。では、後ろにある、画面をご覧ください。皆さん、今日は何の日かというのをご存知でしょうか。これは使っても大丈夫なんでしょうか。いや、音楽や効果音はありませんので大丈夫です。あ、昔あの某夏目さんなんてアナウンサーがおられた番、はい、キー局のあの、そうですね、はい、まああまりお気になさらず、はい、はい、さあ今日は何の日か。実は今日は終わりの日なんです。終わりの日。はい、なんか返済が終わったとか。いや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 、終わったとかそういうわけでは決してございません。終わりの日です。何の終わりの日なんですか、はい、佐藤さん。はい、こちらはマヤの暦の話です。あの演歌を歌っている歌手のミゲル君と一緒に出てられる方ですか。あ、いやちょっと違いますね。あのどちらかといえば紅天女とかそういった方になるでしょうか。なるほど。どうぞ。はい、マヤの暦、まあご存知ない方も多いかと思いますので、ここでですね、初めてのマヤ暦ということでですね、解説をしたいと思います。マヤ暦ですか。はい、マヤ暦とは一体
あ、そうですね。それをこれから解説いただくんですね。その通りでございます。あの七三分けの人は誰ですか？はい、このマヤ暦を分析している、名もなき著名な学者です。なんか私の知り合いにこういう方いられるんですけどですか。昨日あたり出られた方ですか？まあ似てないかといえば似てるような気もするんですけど、まあそれは、はい、空にだと思います。それじゃあマヤ暦について、はい、噛みましたすみません。マヤ暦について、はい、ぜひ解説の方を、はい、いきます。マヤ暦というのは、かつてマヤ文明で使われていた、文字通り暦なんですが、こちらがなんと5125年間という長きにわたる日時を表す暦として使われていたものであります。で、これがですね、実はその暦が始まったのが紀元前3144年。この頃って人類はいましたか？いました。毛がない人類ですか？いや、もしかしたらもっと毛がある人類だったかもしれません。なるほど。紀元前3144年8月13日、はいはい、から実はこの暦始まっております。そしてその5125年間というのが2012年の12月21日まで。今日じゃないですか？そう、2012年12月21日今日で暦が終わるんです。今今日なんですって言ってくれるかと思っていや、今日で暦が終わります。なんか昔歌の歌詞にこんなのありましたね。いや、それはおそらく昔の名前で出ているはずでしょう。あの泉谷さんが歌ってた今日。あ、それは始まってますから。あ、なるほど。はい、終わるんです。そう、この今日で暦が終わる、これこそがものすごいことになるんです。どんなことになるのか。これがあのビデオと深い関わりのある関連する事故へとつながっていくわけですね。実はこの次の衝撃的なものこそがあのビデオの正体なんです。ご覧ください。時が経つのは早いけど、この日だけは確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。あ、これはメキシコで週間天気予報として出た写真なんですが、今日999度ですか、最高気温が。そうです、今日の天気は隕石なんです。燃えてますね。そうです、あのビデオの通りです。そうなんです、最高も最低気温も999度。そうなんです。そして22日がないんですつまりこれ終わってるんですまさに終わってるんです。 あの打ちひしがれている姿はあれは人類ですか？そうです。僕にはどう見てもウサギにしか見えないんですが気にしないでください。終わってるんです。そう、終わってしまったんです。ということは今日で我々は滅びるということですか？そう、そのようにマヤの暦は語っているのです。そのうさんくさいサングラスの下の目が笑ってるんですけど気にしないでください。それは書いてるだけです。本当ですか？はい
眉毛が全部出てるんですいやいやいやじゃあ次よろしくお願いします、はい、ちなみにこんな事実があります。これはちなみっていうのは誰かのお名前ですか？いえ、それはいろいろと問題が出るので差し控えさせていただきます実は暦の終わりはこの日本時間で午後3時だったんです。今9時30分過ぎなんですけど。そうですよね。そう、これ時差とかあるんですか、マヤとのここと。その時差を換算しての日本時間で午後3時です。終わってませんよね。あれ終わってませんよ、ね、そういや全然終わってないですよ。もう終わってましたね。終わってるじゃないですか。ああ、終わってましたね。ということで、じゃあこうしましょう。はい、新年明けましておめでとうございます今日今日の午後3時過ぎると、はい、新しいマヤ暦に入って、はい、明けましておめでとうございます。はい、新しいカレンダーになったと明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、でも安心してはいけません、ね、まだ何かあるんですか、秘密が。はい、実は諸説がありまして、このマヤ暦の終わりは12月21日から23日の間のどこかであると。え、まだあるじゃないですか、あさってまで。つまり明日かあさってが終わりかもしれない。でも実は2011年10月28日だったなんていう説もあります。あら、いや実はですね、ええ、ノストラダムスの時にも似たようなことありましたよね。ああ、そんなことを聞いたことがありますね。空から大魔王が落ちてきてハクションっていうやつでしたよね。ああ、そうですね、壺と一緒にですね。そうそう、7の月がいつの間にかね、はいはい、うん、月が変わってしまって。そうですね。そしたら、いやこれは暦の間違いでとかありましたけど、うん、これまあ諸説いろいろあります。またこれずれてダメだった後なんか怒ったりとかそういうのあるんですか？まああと30年後ぐらいだという話もあったりもしますし。ああ、でも私もちょっと気になって今日ニュースをいろいろ拝見してますと、うん、世界各地でいろんなことが起こってますよね、うん、そうですね。中国でひどい映像が流れてました。はい、もうこの世の終わりが来るのでと、子供たちを小学校に押し入って切りつけるような事件とか、うんうんうん、あとそれから世界各地のパワースポットやいろんなところに人々が集まっている、うん、あるいはまあなんか出入りが禁止になった山も。そうですね、自殺のメッカの山が入山禁止になったと、そのような話もありますね。これは一体人間の、まあ、どういう心理がこういう行動を起こさせるんでしょうかね。まあ、それはいわゆる終末思想と呼ばれるものですね。物事の終わり、これで全てが終わりだというですね、気持ちから何か違う方向に働くと。ちなみに今日も週末なんですが。あ、そうですね、では週末、この週末もぜひ、皆さんですね、あまりマイナス思考に走らず楽しんでいくのが一番ではないかなと。なるほど、そのように下を向かずに、そうですね、前向きに、はい、上を向いて。新しいマヤ暦始まっちゃいましたから。そうですね、新年ですので。新年ですので、やはり新年はお祝いするに限りますと。なるほど。はい、なんか僕あのビデオを見てすっごく落ち込んでたんですよ。ほう。でも今佐藤うさんくさいストーリーテラーさんの話を聞いて、はい、なんか体の底から熱くなってくるっていうかな。うん、ありがとうございます。いや、素晴らしい。その気持ちこそ素晴らしいです。我々はこれからどうしたらいいでしょう。そうですね、やはり新年、そしてですね、この番組、おめさんなじらねいいね新潟ということで、その番組名もありますので、ではここからはぜひ、はい、ハンバーグ食べましょう。あら場所も決まってるんでしょ。おそらくおなじみの場所ではないかと思われますが最後のオチがここへ来たんですね。
やー、やはり新潟ですから。あー、なるほど。ざっくりとこう肉汁がはみ出して、はい、はい、熱いこの焼けた鉄板の上に乗ったハンバーグが出てくるお店。そうですね。何でしたっけ、バイレンチでしたっけバイときます、そう呼びましたか、バイレンチ。あープラムランチとかプラムランチ。あー、あれ、なんて呼ぶんでしたっけ、うさんくさいストリーテラー。いや、そこに行くんですか。あ、そう、じゃあ一緒に行きますか。行きますか、はい、せーの、梅レンチ。ちょっと合ってないじゃないですか。いやいやいや、ちゃんとリハーサル通りやってもらわないと困りますよ。いや、そこがこの番組のクオリティということです。じゃあもう一度行きますか。はい、はい、せーの、梅レンチ。はい、おめさんなじらね、いいね新潟、西区のお店の活性化、それから皆さんのご出演、心からお待ちしています。普段はこんな番組ではございません。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。明日から新年です。すり減った靴でさあ行こう。何が起こるかわからない。